待たせいたしております。9時5分に発車いたします。瀬戸大橋線快速マリンライナー15号高松行きです。まもなく発車いたします。発車後しばらくの間、列車がさらに揺れますので、お席のお客様はご注意ください。JR 西日本と申し出です。途中、ご島までご案内させていただきます。
ご乗車ありがとうございます。快速マリンライナー15号中浜線です。次は晴れの線に止まります。お出口は左側です。
まもなく林島、林島です。お出口は左側です。どうから手を離してお待ちください。林島を出ますと、次は茶屋町に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。茶屋町、茶屋町です。お出口は右側4番乗り場に行きます。乗り換えのご案内をいたします。瀬戸八線、上松、君、上野町方面、各駅に停まります。普通列車の琴平駅は9時29分。着きました同じホーム4番乗り場から発車いたします。宇野港線、宇野駅は9時35分。着きました同じホームの向かい側3番乗り場から発車いたします。次は茶屋町です。マリンライナー15号高松行きです。次は小島に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。Thank you.
島です。お出口は左側3番の島に行きます。今日から手を離して待ちます。お島を出ますと次は地上道を渡って高い線が待ちます。お忘れ物の内容をお知りください。小島から乗務員が JR 四国に交代をいたします。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく小島、小島です。お出口は左側です。快速マリンライナー15号高松駅です。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。次は瀬戸大橋を渡りまして高出に止まります。ありがとうございます。先日マリンライナー15号高松駅です。こちらから乗務員が JR 四国に交代いたしました。運転席は地上や地上は大森が地上の高松までご案内いたします。今日も JR 四国をご利用いただきましてありがとうございます。次は瀬戸大橋を渡りまして高出に停まります。高出には9時43分に行きます。そして高松には9時59分ご案内のご利用です。これから市長が車内に参ります。
普通列車の名古屋駅は3番乗り場から富士五重駅の発車です。この列車は終点の多摩線近江で土産線全通寺方面カフェに停まります。普通列車の目的地は3番乗り場から富士五重駅の発車です。
ご乗車ありがとうございます。車内のマスクもございませんようにください。一番乗る場に入りましたのは、快速マリンライダー10号高松行きです。快速マリンライダー10号高松です。乗り換えをお願いいたします。高松行きは、乗り間違いございませんようにお知りください。まもなく発車いたします。閉まるドアにお知りください。高松行き、一番乗る場から46分。特急石内号松山駅3番乗り場から56分。特急石内号松山駅3番乗り場から56分の発車です。Oh.
Thank you.
の利用はお番様のご自宅に申し出物なさいませんようご注意ください。高松駅からの高速線乗り換え列車を案内いたします。密林、八島、三号松、池田方面各駅に停まります。普通列車徳島行き1番乗りくる3分、普通列車の徳島行きは1番乗りくる10時3分の発車です。お乗り換え時間は短くなっておりますのでご注意ください。また特急列車うるしお9号徳島行き3番乗りから10時11分、特急列車徳島行きは3番乗りから10時11分の発車です。電車行きは密林、八島、伊東、三田、三本松、池田、北野、池の単位の順で、周辺徳島には11時15分の到着です。今日も JR 四国快速ワイライナー15号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の高松に着きます。降り口は右側5番乗り場の到着です。車内にお忘れ物ございませんよう、今一度座席周り、荷物などの上などよく確認の上お降りください。高松駅はドアは自動開きません。降りの際はドア横にございます開けるのボタン、閉めるのボタンを押してお降りください。ありがとうございました。まもなく終点の高松に着きます。徳島駅ご利用のお客様は前側車両後ろ側のドアからご乗車ください。